新派瀬寺は、愛媛県四国中央市寒川町にある寺院。宗派は、高野山真言宗、本尊は十一面観音菩薩で、新四国万太羅霊城、第二十七番札所。ご栄華、初瀬よりここに、夜辺の浜波に深き縁の現れに蹴り縁望録より二百二十五段の石段を登ると境内に至り。 瀬戸内海日内灘が見渡せる絶景の山腹にあり、広い境内には四季の花々が楽しめ、松山自動車道下り線からも見ることができる山寺である。聖武天皇の時代、奈良の長谷寺に安置すべき本尊を作り国に先立って、試みに像を作られた後、京都は何輪の裏より、巨州にそのためし掘りフッツを乗せ、仏法上の地に至りて、 主情を救済した前と流したところ、当地寒川の浜、黒岩に漂着し村人によって散腹に祀られた。その後、行基が四国巡釈の右利、偶然この地に来たりて、観音像を参拝すると以前自らが流したる、尊像なりと驚き感類し、このことを宮中に創上し勅命を受け、天平二年、縦石大門から散腹に至る広大な地域に、道東伽藍を建立し、 入り海岸供養を行い、長谷寺にちなみ新長谷寺と少子流星を極めた。しかし、度重なる、山津波や天正十三年の火災などにより寺地は、縮小するも、なお広大な寺地を有し、最上半松平家の祈祷寺としても栄えた、観音寺城である。二王も石段石段。 ありがとうございます。